こんにちは、ひらや2015です。今回は YouTube 200本目としてルームツアーを撮ってみたいなと思います。それでは紹介していきます。こちらはリビングダイニングです。リビングダイニングの向こうにキッチンの配置となっています。それではご案内します。我が家のリビングダイニングの床は奈良材です。そしてここの南側に大きな窓を設けています。最近暑くなってきたので、実家の納屋にしまっていたこの木製の網戸を取り付けました。テーブルは180センチの80センチと、我が家は3人家族なんですが、少し大きめなタイプを置いています。ここで食事はすることはもちろん、いろいろな作業ができるので便利です。こちらがテレビボードです。テレビボードと、台所の後ろの食器棚は造作で作ってもらっています。これはお気に入りのパーソナルチェアです。キッチンのここのところは霧の鎧張りという工法で作ってもらって、この優しい木の風合いが気に入っています。ダイニングのこの照明はルイスポールセン PH5 です。これはどうしても家を建てた時につけたくて、ここにつけました。気に入っています。ここの電気のオンオフはここについています。それからよく、我が家は手ぬぐいを紹介しているんですが、今は6月の初めで、ビールと提灯と枝豆の絵柄の手ぬぐいに変えました。インテリアとして手ぬぐいと観葉植物とライトというものが気に入っていて、もうほぼそれを置いている感じです。あとはインテリアというか、もう外の景色を取り込んで、木の家具と緑を楽しむ、そしてお気に入りのランプがあるっていう感じのインテリアが今は気に入って、そんな感じでしています。キッチンです。とキッチンとリビングダイニング合わせて14畳です。キッチンの背面も造作で作ってもらっています。で、我が家は、ほぼすべての窓が透明ガラスにしているので、外の景色が眺められます。ここのスリット窓も気持ちいいです。ここは私がお気に入りで使っている家事デスクです。ここにの下にドライヤーを置いていて、みんなここで髪を乾かしたり、私がここにお化粧道具を置いているので、パパッと身支度を済ませたり、ちゃちゃっとご飯を食べるにも便利です。キッチンは、クリナップのクリンレディというものを使っています。天板はステンレスです。人工大理石とステンレスがありますが、我が家はもう迷うことなくステンレスにしました。はい、キッチンからリビングダイニング和室を見た景色です。
ここも南側と東側に窓を設けているので開放感があって気持ちがいいです。で、我が家はここのところに木製トレイを置いて食事の準備をしたりするんですが、ここ30センチにしているのでお盆も置けて便利です。はい、我が家はちょっと田舎なのでプロパンガスで、ここのところはガスです。それから和室は6畳で主に娘が使っています。なので娘がここで何か工作をしたり折り紙をしたり、あとお友達が来た時もこの、茶舞台みたいなのはアマゾンで購入したんですが、丸いのでちょっと人数が来ても座りやすくて使いやすいです。それからちょっとこれは椅子を置いてるんですが、ちょっと私たちはこの地べたに座るのがちょっときついのでこの椅子に座っています。これはなんとリサイクルショップで一脚100円で見つけました。で、これはホームセンターで買いました。これも3000円ぐらいだったと思います。で、テレビも置いています。テレビの下のテレビボードはこれは楽天で買いました。で、娘が使う鉛筆削りやセロテープなど置いています。で、和室のここの南向きの窓は雪見障子です。はい、最初は雪見障子の仕様になっていなかったんですが、途中で雪見障子憧れるなと思って出てもらいました。よかったなと思います。で、ここもよく紹介してるんですが、ここの窓は東向きで朝日が昇ったり、あと風通しもいいし、この大きな窓がここにあって気に入っています。気持ちいいです。それでは、玄関に行ってみたいと思います。はい、玄関はこちらです。方角的には北側になるんですが、扉の方向としては東側というふうにしています。ここには、照明をつけてもらって、ここに季節のものや気に入ってるアートのものを飾っています。アスパラガスですね。とこれは岩田ガラスといって、母がもう何十年も前に買ったものです。はい、で、最近こちらをちょっと、モニターとしていただいて飾っています。かっこいいです。で、我が家の玄関は洗い出しという床の仕様で、結構田舎なので靴底に土がついて帰ってきたりするんですが、まあ、掃除も気をつけてこまめにするようにはしていますが、あまり目立たなくていいです。で、玄関の特徴というかこだわった部分は、玄関入ってこちらに坪庭を設けたかったです。で、もう少しでアジサイが咲きそうです。楽しみです。で、ここには、
網戸になる窓もあります。ここは開かないです。はい、こんな感じでコーナーにこういう風に窓があるので視線が抜けて気持ちがいいです。はい、この扉も造作です。我が家の玄関は内開きです。で、玄関アプローチはこんな感じです。北側なので、日が当たらず涼しいのでこんな風に縁台を置いたりしてちょっと腰掛けたりもしています。でここは下駄箱です。なるべく物を少なく持つように心がけていて、家族3人分の靴がここに入っています。でこれは郵便ポストです。で玄関の横、ここは土間収納です。ここはいつでもちょっとひんやりしているので少し、食材のストックや、あとこんな風に、これはオリーブオイルかな、オリーブオイルや、ちょっと予備の醤油やペットボトルなどこんな風に置いています。はい、はい、こんな感じですね。玄関の床も奈良材です。玄関は少し広めに取ってもらったんですけれども、はい、気持ちがいい空間となりました。で玄関横に脇に、ここの収納がありまして、ここには、はい、お布団のシーツやカバーなど入れています。押し入れに入れていたんですが、押し入れが今娘の秘密部屋となっているのでここに移動しました。はい、でここは、最近エコバッグなど、使うことが多いのでここにエコバッグを置いています。あとちょっと買うかなという紙袋などこんな風に置いています。でここは掃除道具ですね。ここもあらかじめもう掃除機を入れるためにこんな風に空間を設けてもらいました。やっぱり同じ種類のものをこんな風に収納すると、どこにやったかなっていうのがなくて便利ですね。はい、そしてこちらが洗面所です。はい、じゃあ洗面所こんな感じです。我が家はこの実験シンクというものを採用して、あとはここの TOTO の台だったりで作ってもらっています。ここの三面鏡も造作です。ここには、洗濯洗剤、はい、など入れています。それからあとはここはこんな感じです。それとティッシュを置くところをどうしようかなと思ってたんですが、この右側のところにこんな風にして置いています。後ろは飾り棚です。照明をつけているので
こんな風に何か飾ってもキラキラと綺麗です。でここはタオルや家族の、パジャマや下着など入れています。ここがお風呂です。お風呂は基本白色です。それでお風呂の窓も透明です。ブラインドを閉めて夜は入ります。はい、こんな感じです。そしてここは、家の西側になるんですが、ここが結構私は使う頻度が多くて、ここで何か洗ったり、ちょっと今ごちゃごちゃ置いてますが、はい、掃除道具などここの場所があるので、外回りの掃除や、あとゴミもここにゴミ箱置いてます。家の中で出たゴミをちょっと中にずっと置いておくとちょっと臭くなったりするので、カンカンなどここの不燃物はここで、あと家の中で出たゴミはちょっとナイロン袋に縛ってここ中によいしょって入れておいて、ゴミの日に出すみたいなことをしています。はい、あと自転車置き場にもなっています。ここの屋根付きの空間大変助かっています。これはセリアだったかな、セリアで買ったものです。結構丈夫で、もう3年目です。この間またちょっとしっかりと付け直して、ちょっと西日がここ入るので、こんな風に西日を遮るようにしています。ここはピアノ部屋です。ピアノとエレクトーンを置いています。はい、そしてここは本棚で、こんな風に本をいろいろ置いています。それからお手洗いはこちらです。お手洗いは、TOTO のネオレストです。こんな感じでタンクレスのものを選んだので、ここに手洗いを設けています。で、ここの後ろにが収納となっていて、ここにティッシュを入れています。とあと、掃除用のスプレーなど置いています。寝室にも、窓があります。ここは木製ブラインドをつけています。でここは寝室なので、ここはすりガラスです。で寝室の横、こちら扉もあるんですが、ここが3畳のウォークインクローゼットです。はい、ここに家族分の洋服と、あとはちょっとこんな風に、さっきちょっと手拭いをアイロンかけたので、こんな風にちょっとアイロンがかけられたり、ここはちょっとあのタンス兼台として使っています。でトイレットペーパーは、まとめて購入するので、こんな風に置いたりていますね。はい、ここでみんな家族、着替えを済ませます。で洋服もなるべく数を減らして、もうここから増えないようにいつも心がけています。という感じでちょっとルームツアーをしてみました。我が家は3人家族で、27坪弱の家です。で平屋です。で平屋なので、掃除がしやすい、特に窓掃除も全部手が届くので、
気になったところをすぐ掃除できるので助かっています。それから、私は植栽緑が大好きなので、どの窓からも庭が眺められるような家ができたらいいなと思い、こんな風にしてもらいました。なのでいつも外の緑が眺められるので、とっても気持ちよく過ごせています。今、休日の8時半前なんですが、はい、こんな日の入り方です。今日はお天気が良くなるみたいなので、ちょっと日が、はい、差してきました。それではこれからも、暮らしのことや、あとお気に入りの家具やインテリアなど、あとお庭も好きなので、いろいろこれからもご紹介していけたらなと思いますので、これからもどうぞ平屋2015よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。では。